どうも、こんばんは、エナムです。今回は、東京グールリ、インボーク。メンテナンスが明けまして、第21回占領戦開幕しました。僕はグール側なんで、グール側の皆さん、頑張っていきましょう。今回は3週間あるんでね、じっくりと、また長い戦いが始まるわけですが、スペシャルガシャで、古谷村、カグネを出した古谷村、一方的虐殺が登場しています。早速、キャラの詳細の方を見ていきましょう。やっと来たね、カグネ出してる古田が。ステータス的には HP が1万乗ってますね。で、攻撃力が1607、高いですね。で、防御力が551、まあ、若干低めかな。で、固有アビリティが武器耐久値アップ、ダブル S。そして、冥属性キラートリプル S、光属性ですね。光属性で、冥属性キラートリプル S1.8 倍持ってます。で、ここで流血の迫撃 A と、流血の迫撃じゃねえわ、麻痺の迫撃じゃないんだったね。毎回言われるんだけど、迫撃じゃない、これ追撃ね。流血の追撃と、麻痺の追撃 A を持ってます。はい。で、回避無効ということで、初めてなのかな、流血麻痺、の特攻2つ持ってるのは。で、まあ、逃走ステータスはこんな感じですね。輪郭っていつもどんな感じなんだっけ。輪郭は AAA なのかな、いつも。どうなんでしょうか。で、平和的解決しましょう。32秒間、味方部隊の攻撃力を2倍にする。まあ、指揮官では使わない、どうなんだろう。A だからたまりにくいしな。まあ、正直闘争は今あんまよくわかんない。従属か南西か、南西が若干んめちゃくちゃ多いような気もするけど、はい。というわけで、今回はこいつを確定枠まで回していきたいと思います。まあね、引いておかなきゃねいけないでしょ。ファンとして性能というか、まあ、こいつはキャラとして普通に欲しいですね。はい、じゃあ引いていきましょう。3週間って長いんだよな。まあ、お盆休み挟むからも仕方ないんだけどさ。年末年始と同じだね。年末年始の休みとお盆休みの時は、まあ、占領戦が3週間になると。まあ、それに伴って、ポイントもね、1億ポイントだったかな。あると思うんで、まあ、さっさとやらないとね、後々厳しくなってくるんじゃないでしょうか。闘争もあるしね。さあ、ステップ1、安定の出ない。待って、これボックス整理してねえわ、確か。まあ、促進剤もたっぷりあるし、武器強化の素材もね、闘争やっててたっぷりあるんで、まあ、1体引いてね、速攻でフル強化させようかなと思います。あ、やべ、これスキル見てなかったくね。おい、ちょっと待て。それはないだろ、さすがに。渋くないか。俺がスペシャルガシャ引くときさ、最近なんか渋くないか。スキル見てなかったな。平和的解決しましょう。3ターンの間、自身の攻撃、通常攻撃に武器耐久値ダメージプラス1を付与する。敵単体へ攻撃力16倍のダメージを与え、3ターンの間、麻痺流血状態にする量ですね。まあ、めちゃくちゃいいスキルだと思います、僕は。武器耐久値ダメージプラス1か。まあ、発動させるまでにアタックポイントを使ってしまうんだけども、まあ、他のキャラでブレイクしてから、ってなった。あ、でも3ターンの間か。あ、そのターン中じゃないで大丈夫ですね。3ターンの間なんで。はい。てことはだよ。これ、1ターン目、2周年カネキでブレイクして、こいつが、あ、待って、これブレイクバーストも、これでブレイクバースト持ったら強かったな。まあまあまあ、こいつがブレイクバースト持ってくれたら強かったような気もする。正直ね。まあ、これなんか2周年カネキとうまく使えないかな。あ、2周年アリマもそうだけど。うまく使えないだろうか。わかんねえ。はい。で、武器耐久値ダメージプラス1付与。通常攻撃ね。これ初めてですかね。敵はよく使って、あ、初めてじゃなかった。誕生日サイコーいたわ。何言ってんだ。まあでも、最近、なかなか全然出てなかったんで、最近はね、結構珍しいんじゃないでしょうか。はい。というわけで、16倍ダメージ。カナエって何もだっけ？プレミアムで出るね。カナエが結構でかいダメージ数持ってたんだけど、あれ12かな？18かな。はい。まあ、確定枠までね、SSR は1枚も出ないぞと。渋い。さあ、ラスト。これで古田は1枚確定だが、待て、これグール側で出るよな。これグール側だよね。違うのか。操作感がどっちだ。操作感なのかな、さすがに。おいおい、渋すぎないか。さすがに。
俺さすがに渋すぎると思う、最近の俺。なんか立場上この体見られると面倒でして、本当に確定枠以外出ないっていう、ということでですね、確定枠以外出ないっつってオール出たわ、確か確か出たような気がする。そんなことなかったね。じゃあとりあえずこいつをマックスにしていきましょう。115個あるんでね、促進剤でドカンですわ。ドカーン。んで、んでだよ、まあ、正直こいつあれなんだっけ、あの武器耐久値アップダブル S のこの固有アビリティを解放しなきゃ、最初のあれ武器耐久値どれぐらいなんだろうね。で武器評価もしていきましょう。まあ火力どうなんだろうな。流血の追撃とか麻痺の追撃、あのそうか、相手が両方かかってたらそれ両方発動すんのか。 GS 両方 GS にしろって言いかけたけど、それ GS にするとやばいか、さすがに。別に火力はね、あの必要ないんで、1億ポイントを出せれば毎回毎回ね、達成できると。あ、ダメージあれば占領戦のたびに開催されるダメチャレは、まあ1億ポイントで十分だぞと。でオールで10億いったから、まあこれから早々10億を超えるようなことはないと思うんだけどな。格じゃタタラあたり来ないと。 OK、 まあ、ヨモさんはね、俺正直まあ最近、まあ後々ね、まあ近く、で来るだろう。ヨモさんは正直まあ麻痺だよ、多分ね予想だけど、ただの。じゃあこんな感じで、フルが完成いたしました。編成じゃねえわ、リストだわ。なんか最近インボケ重いような気がするわ。俺のあれかな、 iPhone が重くなっちゃったのかな。もうすぐ2年使うから、はい、フル強化ですね。まあこんな感じです。武器耐久値、6アップされて13なんで最初は7ですね。あ、こいつ今特攻ついてんだっけ。3D モデル見ていこうか。立場上この体見られると面倒でして。お待て、お前そのカグネ、お前リゼだろ、リゼのカグネだろ。なんかあれだね、なんかみんなやっぱ違うんだね、いろんなもん食ってるからかな。このカグネバリかっこいいやんめちゃくちゃかっこよくない、このカグネ。まがまがしいんだが、ちょっと場所変えようぜ。ここだろやっぱこの場所がいいな。すごい、こいつなんか挙動不審じゃないめちゃめちゃ挙動不審じゃないか。あ、これ自分のカグネを見てんのかこいつ。なるほどねいいなこのカグネ、なんか暴走っぽいカグネかと思ったんだけど、うわめちゃめちゃうねってる。なんかあれだな、ハリガネムシ見てはい、ということで、今回はスペシャルガシャで登場した一方的虐殺古田二村を、確定枠まで引いて、フル強化までしてみたという動画でした。ですね、まあ今月フェスもあるので石節約したかったんですけど、なんかもう1億ポイントだからちょっと今石砕いてねもう1000万ポイントぐらい取っちゃってるんですけど、はい、まあ夏休みだからみんな行けるのかな。1億ポイントって結構厳しいから、本当に本当に厳しいから、3週間、いつもね、あの2週間で3000万ポイントのに、3週間になった途端1億っていう、その夏休みだからって陰謀を触る機会が多くなるかといえば、俺は別に夏休みじゃないからそうではないと、いうことで、はい、またまあ逃走とか放送でやれたらいいな、時間があれば。なかなか最近忙しいからできないんですけども、いや、またRイモーションついてるじゃん。立場上この体見られると面倒でして。な、凝ってないか。こいつ動きがさ細けえな。じっとしねえじゃんこいつ。挙動不審にもほどから。はい、というわけでもういいや、このダラダラ喋るのは。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。